arriba, abajo, al centro y adentro. Hola a todos, minasan konnichiwa, Mariko desu. Minasan wa o sake o nomare masu ka? 普段はお酒を飲まれない方でも、友人たちと集まった時には楽しくお酒を飲まれるということもあるかもしれません。スペイン人もお酒は大好きで、ビールでもワインでも食事の時には欠かせません。それに伴って乾杯の温度もいろいろな言い方があって面白いです。今日はそんなスペイン語での乾杯を皆さんとシェアしたいと思います。Vamos a empezar!乾杯の温度の前に、スペイン流の乾杯の作法がありますので、まずこれをシェアします。乾杯は立ったままでも座ったままでも行われますが、温度をとる人が立ち上がった場合は、それに続いて全員で立ち上がります。乾杯をするときには、グラスではなく乾杯に参加している人の目を見ます。複数の人がいる場合は、お互いの目を見合いながら乾杯と言い合います。乾杯のために持ち上げたグラスを口をつけずに、そのまままたテーブルに置いてはいけません。お酒を飲めない方は、実際にお酒を飲み込まなくても大丈夫ですが、飲むふり的なことをするのは必要です。誰も自分のことは見てないだろうと思って、そっとグラスを置くのもダメです。先ほどもご紹介したように、乾杯はお互いがお互いを見つめ合いながらするもので、ずっと同じ相手ではなくて、次々に見つめ合う人を変えていくので、誰かがきっとあなたのことを見ています。ここでもう一つ気をつけなければいけないのは、水で乾杯をしてはいけないということです。これは迷信的な部分がありますが、水で乾杯すると悪運を引き寄せると信じているスペイン人は結構多いので、お酒を飲まれない方でも、乾杯用に少しだけワインをついでもらうか、あるいはグラスを持たずに声だけ合わせて乾杯をしましょう。それでは早速乾杯の温度です。まず1つ目、サルト、サルト、サルト、乾杯。一番一般的な乾杯の温度です。サルートはスペイン語で健康を意味します。関東詩的にサルートという場合は2つの意味があって、1つはこの乾杯という意味、もう1つは誰かがくしゃみをした時に周りの人たちがかける言葉です。くしゃみに対するサルートは、見ず知らずの人にでも言うのが礼儀です。無視するとややマナー違反です。乾杯の話に戻りましょう。サルートとだけ言って乾杯するケースも多いですが、スペイン人が乾杯をするときには何か願い事をするのが一般的で、その願い事の仕方によっていろいろな乾杯の温度があります。続いて2つ目、サルート、アモル、イディネロ、サルート、アモル、イ・ディネロ、サルート・アモリ・ディネロ、健康と愛とお金。サルートは健康、アモールは愛、ディネロがお金です。非常に直接的な表現ですが、人生において大切なもの3つを乾杯の温度に取り入れています。全員でサルート・アモリ・ディネロという場合もありますが、誰かが乾杯の温度としてサルートと言ったら、それに続けて残りの人たちがアモリディネロというふうに付け足したりするやり方が多いと思います。次は3つ目、アトゥサルート、アトゥサルート、アトゥサルート、君の健康を願って。これは決まり文句的な表現です。大勢で乾杯するときというよりは、恋人同士とか夫婦2人で乾杯するときにお互いを思い合って言う乾杯の仕方です。そして4つ目、サルート、ポルティ、サルート、ポルティ、サルート、ポルティ、君のために乾杯。先ほどご紹介したアトゥサルート
にとても似ていますが、これはサルート、乾杯に続けて、ポルティ、君のためにという表現です。とてもロマンチックです。このサルーに続くポルの後に、乾杯を捧げたい人や物を続けることで、いろいろなバリエーションが出来上がります。例えば、サルート、ポラビダ。サルート、ポラビダ。サルート、ポラビダ。人生に乾杯。サルート、ポレレクシト。サルート、ポレレクシト。サルート、ポレレクシト。成功に乾杯。サルート、ポレルヌエボトラバホ。サルート、ポレルヌエボトラバホ。サルート、ポレルヌエボトラバホ。新しい仕事に乾杯。などと乾杯することができます。続いて5つ目。A la salud de sus padres. A la salud de sus padres. A la salud de sus padres. ご両親の健康を願って。Sus padres, ご両親の部分に人の名前などを続けて、誰それの健康を願ってと自由に言い換えることができます。これは誰かの健康を願うことに特化した言い方になります。そして6つ目。Arriba, abajo, al centro y al dentro. Arriba, abajo, al centro y adentro. Arriba, abajo, al centro, adentro. これは上に、下に、中央に、中にという意味です。この掛け声に合わせてグラスを動かして最後のアデントロ、中にの部分でワインを飲みます。誰かがアリバと言い出したら、それに続けてみんなでアバホ、アルセントロ、アデントロと合唱します。とても楽しい乾杯の仕方です。非常にカジュアルで仲のいい友達同士、家族同士などで乾杯するときに合唱します。最後に7つ目。Brindo por el éxito de vuestra empresa. Brindo por el éxito de vuestra empresa. Brindo por el éxito de vuestra empresa. 君たちの会社の成功のために乾杯。これは打って変わってとてもフォーマルな乾杯の仕方です。会食のような席でお偉い方またはリーダー的存在の方が何々のために私は乾杯するという表現で、周りにいる人たちはグラスを高く上げるタイミングではしゃぎすぎずにサルーという感じで乾杯します。 Vamos a repasarlo una vez más。 もう一度復習してみましょう。サルー、乾杯。一番一般的な乾杯の温度です。サルーはスペイン語で健康を意味します。Salud, amor y dinero. 健康と愛とお金。人生にとって大切なものを並べています。A tu salud. 君の健康を願って。これは決まり文句的な表現で、恋人同士や夫婦二人で乾杯するときなどに使います。Salud, por ti. 君のために乾杯。このポルの後に乾杯を捧げたい人や物を続けることでいろいろなバリエーションができます。サルートポラビダ、人生に乾杯。サルートポレレクシト、成功に乾杯。サルートポレヌーボトラバホ、新しい仕事に乾杯。アラサルートデスパデレス、ご両親の健康を願って。Sus padres, ご両親のの部分に人の名前などを続けて、誰それの健康を願ってと自由に言い換えることができます。Arriba, abajo, al centro y al dentro. 上に、下に、中央に、中に。仲のいい友達や家族の間で乾杯するときの合唱です。Brindo por el éxito de vuestra empresa.君たちの会社の成功のために乾杯。非常にフォーマルな乾杯の仕方です。スペイン語での乾杯の仕方のバリエーションいかがだったでしょうか。
私が一番好きなのは Arriba, Abajo, Al centro y adentro なんですけれども、これは結構グラスをブンブン動かすので、その勢いでアデントロのところでかなり大量にワインが入ってくるので注意が必要です。このチャンネルではスペイン語やスペインの変わった雑学などをご紹介していきます。チャンネル登録をしていただけると次の動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.